アラウンドカープ X。 ここからは広島県観光連盟、広島ツーリズムアソシエーションヒットとタッグを組んでお届けする広島タイムリーヒットの時間です。ヒットが持つ広島県内の観光情報の中から足を運んでみたくなる広島県内のタイムリーな話題をお届けします。ゲストとお話をしているときにすごいと思ったら、このヒットボタン、こちらのカキーンを押してさらに詳しくお話を伺っていきます。それではバッターボックスに入ってもらいましょう。自己紹介をどうぞ。はい、神楽門前東寺村総括部長の江草です。今日はよろしくお願いいたします。江草さん、よろしくお願いします。今日はお電話でお話伺っていきます。はい、改めて江草さん、この神楽門前東寺村どんな施設でしょうか？はい、私どもは広島県北の安芸高田市にあります一大レジャー施設でございます。初めて訪れていただいた方でも親しみや懐かしさを感じていただけるような街並みでございまして、天然温泉がある宿泊施設なんですが、やはり特徴は何といっても安芸高田市で盛んな伝統芸能神楽を一年中お楽しみいただける、そんな施設でございます。神楽が一年中楽しめるという施設なんですね。はい、そうです。安芸高田市のどんな場所にあるんでしょうか？はい、安芸高田市のですね、緑町という地域で、本当に周りは自然豊かなのどかな場所でございます。はい、で、はい、すぐ隣はもう島根県という、広島の県北なんですけれども、中国自動車道からは送るまで私どもは約10分、広島市内からでも大体1時間くらいでお越しいただけるんですね。 お気軽にお越しいただければと思っております。はい、さてこちらの神楽門前東寺村、村の中の町並みにはどんなお店があるんでしょうか？はい、先ほどの、天然温泉、露天風呂が特徴的な天然温泉ですね。またお食事どころやお土産や、駄菓子屋とかですね、手作りの豆腐店、パン屋など、様々なお店がございます。でご宿泊もいただけますので、こう自然豊かな場所でゆっくりとのどかなお時間をお過ごしいただきたいですね。はい、はい、でその中でも特徴的なのは、こう一年中神楽をお楽しみいただける神楽ドームと神楽座でございます。はい、私実は神楽門前東寺村何度か伺わせていただいたことがあるんですけれども。 ありがとうございます。神楽ドームすごいですよね。そうなんです、もう迫力満点ですよ。神楽を楽しむ ためだけにある施設ということで、はい、雨が降っても楽しめますしね。はい、そうですね、はい、で冬場でもね、ちょっと暖かいですもんね。そうですね、冬場、雪が多くなっていきますんで、冬場は、神楽座というところでもお楽しみいただけます、はい、そんな神楽門前東寺村なんですが、お食事どころもあるということで、人気のメニュー教えてください。はい、やはりこう田舎の、素朴なお食事とかですね、ジビエ料理、イノシシや鹿などの地産地消の食材を用いたご馳走がたくさんございますけれども、はい、今うちの一押しはですね、一番人気メニューの安芸高田市公認グルメのやさうどんでございます。これは私食べたんですよ。はい、大好きです。もう大好物です。もうなんかこれを食べるためだけに東寺村に行ってもいいなと思うぐらい私好きでして。もうそんな方も、たくさんいらっしゃいますよ。ちょっとねピリッと辛いんですけど、それが癖になるんですよね。はい、そうなんです、やっぱりこう、なんといっても特徴はですね、味噌ベースで奥深い味なんですが、こう一味やラー油を入れたらですね、こうピリッと辛い出汁が一番の特徴でございますね。はい、ラジオネーム、はい、竹坊さんからも今ね入ったメッセージなんですけど、神楽門前東寺村やしゃうどんがぶちうまいよね、温泉も入ってから食うたら最高よといただきました。あー、もうよーき分かってくれそう ね、ほんまに。そうそう、温まった後に食べるのもいいですもんね。いいですね、また食べたら汗もかきますんで、その後に温泉っていうのもいいですね。そうですね、温泉もいいですし、はい、そして神楽ドームですよ。神楽なんですけれども、この神楽ドームの方はどんな施設というかドームの内容になってますか？はい、やっぱり名前の通りこうドーム状なんですけども、はい、実はこのドームの、天井の幕はですね、東京ドームと同じ幕なんですよ。はい、で人数も最大1500人以上お入りいただけるような、日本でも珍しい神楽専用の観覧施設でございます。
東京ドームと同じ設備だったんですね、あの幕はね、はい、そうなんです。そうなんですね、はいはいはい。あの神楽以外のことをやってる時もあったりするんですか？あ、そうなんですね。あの、まあ、神楽毎週の定期公演ももちろんなんですけれども、はい、神楽大会以外でもあのイベントやですね、うん、展示会などでも、様々にご利用いただくことができまして、はい、今までも、面白いではのでは中では結婚披露宴をこの神楽ドームで行ったりとかですね、プロレスの興行なんかもございました。あ、そうなんですね、まあはい、いろんな使い方もできますよね。そうですね、うんうん、はい。あの神楽門前東寺村ではどんな神楽を見ることができるんでしょうか？はい、まあ、一般的には芸北神楽と言われる石見を源流とした神楽なんですけれども、はい、大体江戸時代ぐらいですかね、こう秋田方の地域に伝えられたと考えておられます神楽です。うんうんうん、で、はい、その特徴としてはこう演劇性が強くてですね、こう大衆的でこう見てるお客様もこう気構えなくご覧いただけるような伸び伸びとした神楽でございます。あの大衆的ということなので初めて見る方でも十分楽しめますよね。もう初めての方でも、もう実質もすごく感動していただけると思います。秋高田市神楽が有名ですが、秋高田市ならではの特徴はあるんでしょうか？はい、実は、最近こう広島県内でも、まあ、多く回れております、こう新米という神楽の種類の発祥の地と言われております。はい、はい、新米は終戦後第二次世界大戦ですね、それが終わった後に創作された、まあ、新作神楽のことで、その特徴としてはこう豪華絢爛な衣装と、またこうくる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 こう回ってスピード感あふれるダイナミックな動きと、で、先ほどの完全掌握では分かりやすいストーリーでですね、初めての方でも皆様にお楽しみいただけるような神楽でございます。衣装が本当に豪華でね、でもね、くるくる回ったりこう飛んだり、あの動きって重くないですか、あの衣装を着てたら。いやー、すごく重いですよ。もう何十キロという重さがありまして、また、その衣装も豪華で、本当に金の刺繍とかもたくさんしてますので、はい、車が1台買えるぐらいな値段の衣装でございます。そんなにするんですね。そうなんです。その重いけど豪華ですごく見応えのあるその衣装をまとってダイナミックな動きを見せてくださるということです。ぜひ一度に現地でご覧いただきたいと思います。はい、そしてですね、来年の1月23日日曜日にはコスプレのイベントを企画されていると伺ったんですが、これはどんなイベントですか？はい、そうなんです。これは、2回目になるんですけれども、はい、こう施設の全体でどこでもこうコスプレ姿でお楽しみいただけるようなコスプレヤーさんがたくさんお集まりいただく、とっても楽しいイベントでございます。はい、いや、あの神楽門前東寺村のあの街並みが、はい、あの鬼滅の刃のコスプレなんかすごい合いそうですね。あ、やっぱり多くいらっしゃいます。うん、第1回目の時もこう 和の雰囲気に合うようなコスプレ姿の方がたくさんいらっしゃいました。わあ、あのコスプレをした方同士でまたね、一緒に写真を撮ったりっていう交流も楽しめそうですね。そうですね、うん、であの初めて、コスプレの姿を見る方もたくさんいらっしゃいまして、はい、そんな方ともこう気軽に皆様の写真撮影もしていただきましたので、はい、本当にこう活気あふれるすごく楽しいイベントになりました。はい、来年の1月23日にイベントが行われるということです。このイベントについてあの詳しく載っているホームページなどありますか？はい、私どものホームページでですね、特別な、ページを作っておりますので、ぜひともそちらをご覧いただければと思います。はい、それでは最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いできますか？はい、ようやく、10月11月からとこう観光の需要も高まってまいりまして、まあ、少しずつではございますが以前のようなにぎわいも取り戻してきております。神楽はまさに今が旬のシーズンでございますので、まだまだお越しいただいたことがない方はぜひこの機会に近場の旅行ということでお気軽にお越しいただければと思います。はい、あの雪の季節もすごくいいですよね。そうですね、うん、もう雪の風情の中でのコスプレ大会も楽しそうだなと思っております。広島タイムリーヒット、今日のバッターは神楽門前東寺村統括部長の江草さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ここでヒットからのお知らせです。ヒットでは11月1日月曜日から11月30日火曜日まで未体験なフォトコンテスト2021を開催しています。このフォトコンテストはインスタグラムでの指定のハッシュタグをつけ、
広島県内で撮影したお気に入りの観光スポットの写真を投稿いただくことで参加できます。広島県内の観光地にまつわる写真であれば撮影時期も問いません。入賞者10名には広島の特産品セットをプレゼントしますので、ぜひご参加ください。応募方法は1ヒット公式インスタグラム未体験広島をフォロー、2ハッシュタグ未体験広島とハッシュタグ広島トラベラーをつけて広島県内の観光地の写真を投稿です。詳細はヒットのホームページ広島観光ナビで検索をお願いします。